ん、雪ばい。おはよう。雪ばい。いや、雪ですね。なんかさ、うん、俺たち雪に縁があるかな。そうね。本当そうなんよ。俺と監督でどっかに行くしなると、必ずこうなるんよ。いや、俺なんかね、なんか思い出したよ。なんか今年の2月ぐらい。そうやろ。開幕戦ですよ。そうよね。やっぱりあれすごい雪やったよね。寒かったね。監督が来い来い中堅さ。そうよね。俺が一生懸命俺無茶して言うたもんね。来たよ。行ったね。強いて言えばこのバスケットボールは俺今日開幕戦なよ。初めて見に行ってバスケットボールを。そっか、うん、そっかそっかそっか。ほいけん雪降ったんかなと。白星でねって前も言ったかもしれんけどさ。そう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 。じゃあ実はね今日もちょっとまたサガバルーナーズの応援に ね今吉野ヶ里町の体育館に向かってる。はい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 。ねえ、ほんとね、まあ、ちょっとこうバスケの話をすると今サガバルーナーズはね、うん、実は西地区っていうところで首位なんや、うん、ほうほう、うん、でまあちょっとJ リーグとしてで1部、うん、2部があって、うん、B2 っていういや2部のね2部に所属してるんやけど、ほうほう、はい、まあ、そこで、頑張れば、うん、B1、いわゆる J1 にね、はいはい、上がることができるというステージなんやけど、はい、まあ、今日はね、その対戦相手がさ、うん、まあ、長崎ベルカさんっていう長崎のチームなんやけど、九州ね、九州。九州なら負けられんめも。そうそう。で、またね、資金力と、うん、人気と、うん、実力が、うん、B2 ではもうナンバーワンなんや、ベルカさん。そうなん、すごい。もうもうまあなんか分からんけど、うん、サガバルーナーズは結構今決算が厳しくてまあコロナの関係もあってね、うんうん、大変やのと、まあ、債務超過の状態に陥ってて、あらららら、ら債務超過のままやと B1 に上がれんとかいうのもあるという、うん、あ、そうね、うん、まあでもそれを逆を行く長崎ベルカさんとの対戦ですっごい強い。はあ、そっか。昨日ね、ゲーム1って1試合目が行われて、うんうん、昨日勝った。勝った、勝てた。よっしゃ、おめでとうございます。ありがとうございます。ちゅうことはこのバトルオブ九州を制した方が、そう、その B1 に近づくっていうことですね。近づく。なるほど。じゃあそのためには債務超過をクリアしないといけないと。そう、なんかどっかで聞いたような、ん、そうね、我々もその苦しさは重々わかるから。とっさぽの皆さん、これはね、うん、もう佐賀県にね、うん、あるスポーツチーム、うん、それはもうやっぱサッカーもバスケも、うん、バレーも一緒ですよ、うん、ここは共闘してね、うん、債務超過をクリアしようじゃないですか。そうそう。我々にできる最大限の応援じゃね、うん、やっぱ試合をチケット代払って見に行くことですよ。そうだそうだ。ね、じゃあ伊賀県もう行きますよ。そんなことありがとう ねわざわざ。そりゃそうですよ。もう、うん、社長もね、一度俺お会いしてお話しさせていただいたけど、うんうん、すごく腰が低い方で、うんうん、本当まあ、サガン鳥栖さんにはまだ全然及ばんけど、はいはいはい、我々も近づけるように頑張りますっておっしゃってたから、うんうんうん、まあ、今期の目標が B1 というステージなんでね、はいはいはい、そこに絶対行くという今日思いで、ね、会場に向かってます、うんうん、はい、なるほど。じゃあちょっと今日俺も楽しい声でね、ありがとう、サガバルナーズを応援したいと思いますよ。 ありがとう。はい、監督がもうハマってしもとうけんさ、はい、バスケに。いや、ね、もうあんまり規約更新の件あんまり別におい本職忘れんな。ふーんぐらい。おいよかったね。まあこう監督の性格でもあるよね。そう、もうダメないよ。弱者をこう応援したくなるっちゅうね。、まあ、強くなったら興味なくなっていくっちゅうさ、ちょっとね、そういうとこあんじゃん。いやいや、うん、あんまり当たってるじゃろ。あ、いや、サガバルめっちゃ好きよ、うんうんうん、でもなんか安心してるところはちょっとあるかな。そうね、うん、そうやんね。もう燃え上がってしまってさ、債務超過とか聞いたらもう血の底から湧き上がってくるものが出てきたさ、うん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 、いやもうこれは絶対応援せないかんって。そうね、うん、ボディラインはだいぶ超過しとるけど、そう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 、ボーダーラインはね好きやもんね。脂肪超過ではあるけどね。そっちは裕福やけどね。そうかそうか、うん、じゃあちょっと俺も初めてのバスケットボール観戦になるから、ね、すごく楽しみです。はい、なんでまたそのバスケットボールの楽しさと、はい、いうものも我々お伝えできたらなと思いますので、はい、じゃあちょっと早速行ってみましょうか。行きましょう。じゃあ行ってきます。お願いします。
来ちゃいました。着きましたね。吉野ヶ里町文化体育館です。皆さん。素晴らしいよ、ここのスタジアム。本当ね、これはあの2024年にある国スポ、うん、あれはあの国体のために作られたところで、うん、実際ハンドボールの会場になるみたいなんですけど。ハンドボール。中もすごい素晴らしい。ほう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 。うん、いやー本当こう長崎ベルカさんとの、うん、今日はゲーム2になります。はいはいはい、はい、で現在ですねサガバルーナーズ1位です。おおで、まあ60試合年間あってですね、うん、まあ、22試合か3試合ぐらい消化してるんですけど、うんうん、首位で、うん、今日ね長崎さんに勝ってまた、うん、もっと上を目指していかなければなと思ってますなんて真面目に言ってみます。硬いね。硬いね。もうねちょっとね首位攻防で緊張したと。本当ね。でねもうね勝ってしまったのよ。ユニフォームで。あ17番さすがトスサポ。あ銀鱗フットボール素晴らしいやないの監督。うん。はあ、その下のシャツがカッターシャツっちゅうね。おじさん。おじさん感出すな。そこをパーカーにするとちょっとイケてるのにさ。パーカー着ておいて、あの樋口歌のあの記念パーカー買ったでしょ。買った買った。あれ着て、それを着るといいんだよ。あごめんね、あれ寝巻きになっと。うん、その下絶対パーカーや。すいません。あでも素晴らしいね。はい。はあ。続々とね。ブースターなんですけど、ブースターの皆さんも来られてるんで、うん、はいはいはい、はい、今日も勝ちましょう。勝ちましょうね、はい、まあちょっと寒いんでちょっと一旦中入りましょうか。じゃあお願いします、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よし、監督タオル買ったと。うん、買ってる。すごいよ。あ、日垣もしかしてじゃあ青っぽい服着てくれたった。いや、全く関係関係ないんか。全く関係。まあ、選手タオルと、まあ、うん、監督ごとユニフォームは売っとうと。ね、まあね、売ってないんじゃないかな。半袖か。あ、あるはあるね。半袖のやつ。半袖。はい。じゃあ、ここ、来る来る。で、はい。あるのはあるね。タオルにかな、じゃあ。うん。10番。10番がパイパプムール選手という外国の選手。ちょっとごめんけど、まだ選手は全然知らんけん。なんかこのこれがタオルか。それが、うん、全然タオルマフラー。そうそうそう。どっちがいいんやろ。これいいな。これにしようかじゃ。うん。じゃあ俺。はい。ラジこのタオルを首からぶら下げて。おお、ありがとう。どっちがいいやろ。こっちの方がサガントスっぽいね、そっちね。でもね、こっちがなんかこっちがいいよね。サガ最高っていうのが今年のあのチームのスローガンなの。へえ。そう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 。ちょっと買ってみるか。ありがとうございます。監督、着きましたね。どんな瞬間も忘れてはいけない。嬉しい。もう胸がいっぱい。スケットボールを関わる人に感動してる。お互いをリスペクトし、認め合い、高め合うことができるスポーツ。でもね、なんかね、選手とさ、近いやん、めちゃくちゃ。近い近い。本当近い。本当選手の大きさが生で伝わってくるっていうね。すごい、すごい。これはすごいなと思うね。ちょっと本当に。チアーズスマイル、チアーズリスペクト。監督のおすすめの選手は？パイパプムール選手って言って、うん、背番号10で、うん、今いない。本当。あのボールの今ボール今シュート打った選手がレイナルド、うん、ごめんねガルシア選手、うんうんうん、キーマンね。あ俺を問い寄ったそうよ。いいとよいいとよ別にまだ今は、うん、そうかそうかそうそうそう。なんでそれチームの外国籍選手分の国旗を買ったんや。もうほんと乙女やんねわあ、それはどこ？セネガル、パイパプ、セネガル、パイパプムール選手。はい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 。10番の選手ね。10番の。チェコ。キューバ。キューバ。キューバでレイナルド・ガルシア選手。ほう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 。ポイントガードね。ポイントガード。うん。で、アメリカ。センター、うん、チェイス・フィーラー選手。ほう。国旗まで準備してえらい熱狂的やないですか。まだある。
カナダ。カナダ。ミカエル・マッキントッシュ選手。こてしもた。素晴らしいね、監督。いや、もうね、こういう人間ないよね。じゃあ、俺もなんか一個あげてやるよ、これ、うん、って言っちゃうね、うん。アメリカあげるとね、うん、相手チームたくさんアメリカおるけんが。ああ、じゃあそれ一回あげようか。そうそうそう。ああ、素晴らしい。ユニフォームもさ、揃えていつの間にか。このハマリオのね、すごかね。ねえ、怒られるか。いや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 、まあまあでも、サガン鳥栖以外のね、スポーツを応援するのもいいことやないですか。うん、そうね、はい。シーズンオフだけと思いよったけど、うん、これはちょっとやばい ね、 そうね。もちろん、シーズン中はサガン鳥栖全力応援しながら、バルーナーズも、そうやね、応援するっていう感じで。素晴らしいな。もともとバスケット好きやったったい。そうね、うん、でもまあそんなにすごく興味ではなかったけど。じゃあやっぱこの雰囲気とか会場の雰囲気とか選手たちのこう戦う姿を見て感動してしまったって。そうそうそう、はあ、まあでもこれまた一つ趣味が増えてよかじゃないですか。またね、ね、実際自分でねするわけじゃないけどね。うん、あでも俺も今日初めてやけど、うん、バスケットは好きやけさ、うん、楽しみや ね、 ね、熱い試合絶対するんで、うん、ぜひ皆さん一度、はい、会場に来てみてください。はい、はい、じゃあサガン鳥栖は言えんけん、なんか言葉決めたら、はい、ちょっと考えます、はい、ごめんね。オッケーオッケー、ちょっと俺も一緒に考えようとる。そうね、はい、了解です。バルーナーズ。あ、でも違うな、それダメです。すいません、考えます。はい。チェックナイス勝利。ありがとう。イエイ。11連勝。すごいね。すごい。初めて見たけどね、俺。どうやった？いやー、ちょっと俺は興奮した。いや、本当。よかった。やっぱね、サッカーと違ってさ、うん、よりなんかこう一歩一点取るっていうのが大事。そうね。やっぱほら結局ディフェンスの方が得点かなと思った、うん、俺は。ああ、そうそう、うん。入れるのが当たり前の世界で、ね、ディフェンスした方が1得点みたいな感覚をちょっと覚えたかな。まあ圧倒的にオフェンスが有利なゲームだからね。うん、その中でやっぱディフェンス、まあファールをね、うん、せずにどれだけやれるか。そう。ね、ショットクロックの24秒をね、うん、どれだけ使わせるかっていうのが。大事だから、うん、もう本当にディフェンスとスリーポイントが得点のような気がしたかな。素晴らしい、よかった、うん、いやー、ね、かっこよかったね。いや本当みんな頑張ってくれて、まあ、本当強くて強くて強すぎる長崎をね、こうやって連勝で勝つことができたっていうのは。そうね、まあ、まだまだシーズン長いけど、本当 B1A はね一歩前進できたかなって思えるぐらい、うん、今日の勝ちはでかかった。でもまだ3分の1やるもんね。3分の1バッテンね。もう気が早いとこの人。いやいや、もうね。いや、もちろんまだまだ山あり谷あり、うん、今が山だからね。これから厳しい、ね、どれだけねそこで頑張っていけるか、
あとまあやっぱ選手層がね、長崎県さんに比べるとどうしてもやっぱり選手層が少ないから、自体がね、怪我とかね、やっぱそういうのがね、内容にだけしていかないと、やっぱりガタガタガタって連敗するのは簡単なんでね。まあでもね、サガン鳥栖でもほら、俺たち経験しとるように、やっぱリーグ賞序盤、でいい成績収めたら絶対結果いい成績で終わりだ。終わるね、終わるよね。ここのねスタートダッシュは本当大事やなと思いますね。よかった。雪の中さ、たくさんの来場者がいてさ、こういうね劇的な勝利、素晴らしいね。ブースター増えると思う。増えると思う。でも本当俺も初めてバスケットボール見たんですけど、やっぱりちょっと面白かった。あ、面白かった。また行こうかな。あ、よかった。ね、監督はドハマりしとうけんさそう、ね、撮影も一人よりも二人の方がいいやろうけん、まあ、本当俺もまた行きたいなと思いましたね。ぜひ、はいはい、兄貴も、ね、大将もそう、ねみんなでね、やっぱ、まあ、強制が、ね、できないからね、まあ、我々はサガン鳥栖サポーターであって、ね、強制はできないけどやっぱり通じるものもあるし、そう、ね、頑張る佐賀県の、ね、そうね、チームというところで、たくさんの人に、ね、やっぱ応援してもらいたいなって思います、はい、そうね。また我々ができることあれば、このバスケットボールの方にも ね、力入れていきたいなと思いますね。よかった、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 本当によかった。でも今日俺選手たちを見て、一番やっぱあこの選手いいなと思ったのは、あの2番のガルシア選手、レイナルド・ガルシア、ちょっといつ違った、かっこよかった。彼がエースかな、エースというかチームのキーマンかなと思いましたね、まあ、初心者ながらに。いやもう間違いなく彼はね、やっぱスリーポイントを決める選手はかっこいいね。やっぱかっこいい、こうね、こうなんていうかね、わーってなってね。そうそうそう。でまたあのインタビュアーもいいやんね、なんかこう、なーからね、途中でさ三井さんね、声がいいね、やっぱね、我々と全然違うまあまあそんなこんなで、ああよかった、ありがとう。そうね、監督、また次も行くんでしょ。あ、はい、週末25日に、あ、まあまあ、はい、行きます。はい、はい、まあ、またちょっと我々も参戦したいと思いますので、です、はい、ぜひ、サガン鳥栖のサポーターの方も、ね、はい、このオフシーズン長いから、はいはい、ぜひバスケットボールを見に行かれてください。はい、はい、お願いします。じゃあそういうことで、はい、今回の動画はこの辺にしておきましょうか。いいです。よっしゃ、じゃあ佐賀県のまたもっといいところをいろいろ紹介していきたいと思いますので、そうそう、はい、次回の動画もお楽しみに。はい、サガン鳥栖。